市畑電気鉄道で、配置系電車は、市畑電気鉄道に在籍した電車である。本校では、クハ14型として製造された車両についても、解説する。出雲大社前に停車中の出波3、心臓時の出波2、現役時代の出波6、里型保育園に保存されている出波6。オレンジ色の塗装は、ワンマン運転、自動扉化改造以前のもの。 里方保育園に保存されているデハ3。デハ6と異なりこちらは、扉は、手動扉のままとなっている。北、松江線の電化開業に際して導入された車体で、1927年、日本車両製造にて製造された。以来70年以上の長きにわたって使用され、5000系の導入に伴って1998年9月30日に、定期運用から外れ。 同年10月10日に運用を終了した。5両が製造され、後に区ハ14系、区ハ14が区波100系区ハ101を経て、電動車下の上でハ7に改造されたため、総数は6両となった。なお、車番と両数にばらつきがあるのは、後に4を意味番としてデハ4が、デハ6に改版されたためである。戦後の観光需要の高まりを受け、 1951年から1953年にかけてデハ1.25が2扉、クロスシート化の上、デハ20型に編入されている。同時にデハ1型として残った車両にも弱め開示が装備され、最高速度が向上した。1978年には、デハ1型として残ったデハ3、デハ6が、オーコス線のワンマン化に伴い自動ドア、ワンマン化改造をされ、 廃車まで同線で運用された。廃車後は、大越線高浜駅付近にある、里方保育園に、生体保存され、車窓からも見ることができる。ただし、モーター、電動発電機、コンプレッサーは、ほぼ同系の車体を持つデファに50系の予備部品と、するために取り外されている。デファ23として1996人に廃車となったデファ1は、平田市立図書館の 結局前頭部のカットボディのみが島根県二条とされ2007年3月に開館した島根県立古代出雲歴史博物館で旧北松江駅を再現した改札口と組み合わせた形で保存展示されている。運転席には運行風景、側面窓には昭和30年代の映像が映し出されるようになっている。3. 扉ロングシート。 製造された時期がダブルルーフからシングルルーフへの移行期にあたり、デハイ1系の屋根はシングルルーフであるのに対して、車内の天井はダブルルーフになっている。半構性車体を採用し、日車標準型と呼ばれる標準規格で作られている。ベンチレーターはオアン系と呼ばれる当時の電車によく見られたものを採用している。新造時のクハ14デハ1型と、 ほぼ同型の制御車として、1928年に製造された。後にデハ7型を経てクハ111型となり、デハ11型とペアを組んで運用された。1986年に廃車されている。消えた鉄道の記録1985から2001、新人物往来車、2001年、133ページ。 h t t p r e d d a n o c o o c a n j p r e d d a a h e r i t a g e 1 h t m l c t r o m 鉄道車両100年日本車両製造の歩みから 1997年 http コロンスラッシュスラッシュ www.sanintrain.com スラッシュ rekishi スラッシュ09スラッシュ 03.html ありがとうございます。